はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、はい、今日のテーマです。子育てのヒント、お家で子供とお弁当作りです。それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、家族で子供とお弁当を作るってなんか面白そうですけどね。そうなんです、うん、去年なんかも、はい、お預かり勉強とかっていうのを夏とかにやってたんですけれども、その時に、確かにね、お預かり勉強の時だから10時ぐらいから、10時半ぐらいからかな、講習が終わった後に、お弁当みんなで食べたりするんですけど、子供たちはそれがすごく楽しくてね、もうみんなで勉強したことも忘れたかのようにみんなで、もう OL の会話じゃないかと思うぐらい、なんか女子会がすごかったですよね。なんか面白かったですね。そう、なんかあれね、でみんなその弁当何持ってきたっていう子供たちがね、みんな言ってたんですけれども、その時にふと思ったのが、なんていうのかな、お家でね、お弁当作る時に、結構次の日時間があったりする時なんかは、ある子供はこれね、お母さんと一緒に私作ったんだとか言って持ってきたお弁当とかがあったんですよね。いいですね。でそれを見た時に、ああなるほど。で結構毎日お預かり勉強って去年してたんですけど、それで何が良かったかって言ったら、結構ね、どんなお弁当が入ってるか、お弁当の絵を描いてみようとかね、お弁当箱がこうあって、そこにこうなんていうのかな、ブロッコリー入れたりなんだりって絵で描く場合もあるんですね。で何年か前の東方小学校の工作なんかは、自分たちでこうご飯を作ったり、おにぎり作ったり、ブロッコリーをなんか折り紙で作ったりして、そのお弁当を詰めるとかね。ほいほいほい。でそういう試験があったりとかって結構あるんですよね。だからきっとそれってお家でお弁当作ってもらったりしてることがあるのかなっていう学校の狙いなのか、そこわからないんですけれども、やっぱりそういう試験があるっていうものがあるから、結構うちの生徒たちはね、そういうお弁当作りなんか上手だったんですよ。なんでかっていうと、毎日ね、お預かり勉強って来たい人はみんな来てるんですけど、はい、今皆さんお弁当を大体持ってくるんですよね。とお母さんもいろいろ工夫して可愛いお弁当もあればいろいろあるんですけれども、やっぱりその子にお弁当を折り紙とかで作らせると、だいたいいつもお母さんたちが作って持ってきてるお弁当とよく中身そっくりなんですよ。見慣れてるものっていうね。そう、だけどこれお弁当をやっぱり作ってもらったりしてないお家とか、幼稚園なんかで給食だったり保育園で給食だったりすると、なかなか遠足以外にお弁当の機会ってないんですけど、四角い箱に詰め込んであるのは食器にあるのはまた違いますもんね。違います、でその四角の中にどうやって入れるか、前日本女子大の付属の小学校でもやっぱりお弁当って出たんですよ。絵に描くとかですか？いや、やっぱ詰めるんです。詰めるんです、はいはいはい、お約束事があったりして、で前国立の小学校でも、びっくりしたんですけれども、日の丸弁当っていうのを作ったんですよ。で何するかって言ったら簡単ですよね。赤い折り紙を、なんか真ん中を切り抜いて、真ん中を切り抜くと赤の丸ができますよね、だからその赤の折り紙を逆にすれば白になりますよね。そこに自分で切り抜いた赤のものを逆にしていれば梅干し弁当になりますよね。省エネな、すごい簡単な話なんですけれども、でもそれをテレビで見せて、それでその日の丸弁当を作らせたり、することがあるので、意外とお弁当作りっていうのは試験にも出るんですよね。だから色とりどりとしたお弁当を作ってあげるっていうのはいいかもしれないです。ね、で佐々木先生が言った通り、お家でね、
一緒にやってみるっていうのも面白いかもしれませんね。そうです。どこに何を詰めたらいいかな、うん、これだけ。まあ私も普段、うん、夜ご飯だけはね、3人分とか4人分とかね、私は作ってくるんですけれども、うん、先生あんな遅くまでフレンドリーいるのによくやるな。そうなんです。で1,2,3,4、うん、そうですよね。だいたい5品、はい、5品作ってきて、うん、そうですよね。4人分とか5人分とか作ってこうやってみんなにでもそこにどういうものを入れたらいいかなっていう。でもよく考えてみたらね、私もうちの母が、はい、私の母はすごい好きだったんですよ、お弁当作るの。だからそれをいいことに、息子たちの弁当はいつもうちの母が作ってくれてて、で私の弁当もうちの母が作ってくれ、もちろんね、作ってくれたんですけれども、何気にその時は自分は興味がなかった、食べるだけだったんですけど、でもだんだんこの年になってみるとすごく楽しいんですよね。どう色合いをどういうふうに入れようかで、まあ、私はすごい早いんですけどね、はいはい、料理は、うん、だけどそうやってこう子供と会話をしながらね、詰めるっていうのは面白いんじゃないかなっていう。そうですね、うん、やっぱりトマトがあったら色合いがいいかなとかね、いろいろありますもんね。特に今幼児のね、お持ちのお家だった場合に、うん、まあ試験に備えてじゃないんですけれども、うんうん、こんなに家族がみんな揃ってるわけだから、うんうん、じゃあ今日は家族でみんなのお弁当作ってみよう ね、 いいですね。自分のお母さんのお父さんのとか、うん、妹とか弟とか、うんうん、でもいいしお姉さんでもいいし、うん、お弁当箱出してこの敷物、うん、こうカップありますよね、はいはい、ああいうのもだから試験なんか出るんですよ。へ、カップがちゃんとこうやって置いてあったりして、 その中に自分で詰めたりとか、うんうん、こうちょっとブロッコリー作って詰めたりするんだけど、うんうんうん、やっぱり本物で練習してないと下手でしょうね。そう、うんうん、あとは本物を見てるかね、うんうんうん、そういう経験がないとね、絶対詰められないんですよ、あれって。うん、じゃあそれこそ今のね、この4月の余裕がある時期にやっとくのはいいかもしれませんね。そうですね、3回ぐらいは作ってみた方が、うん、これからの試験に備えても本当に出るんです、お弁当作りって、うんうん、盲点かもしれませんね。そうなんです、うん、だからそれを実際でね、今やってみるのにはね、うん、とってもぴったりかなと思うので、そうですね、うん、ぜひぜひやってみてください。はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。では教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールではメールマガジンを配信しております。セミナーの先行情報や由美先生の書き下ろしの記事などをお送りしますので、よろしければぜひご登録ください。子育て幼児教育相談会、平日と土曜日に行っております。実際に教室に来ていただく方法もありますし、まあね、コロナウイルスで外出を自粛という流れもございますので、スカイプであったり電話であったり、そういった方法で利用することも可能です。子育てに関するお悩み、小学校受験に関する疑問質問など何でも結構です。ぜひご利用ご検討ください。あとでね、電話番号とかも表示しますので、お電話やメールでのお申し込みも可能です。体験授業も受付しております。ちょっとね、時期的な問題でもしかしたら難しい時もあるかもしれませんが、まずご連絡いただければ、1ヶ月先とかね、そういったものでも受付できますので、まずはご連絡いただければと思います。はい、連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。フレンドリースクールでは今後も小学校受験、幼稚園受験、海外での教育や英語教育、また落ちてんのね、過ごし方とかいろいろと役立つ情報を配信していきたいと思います。メッセージリクエストなどもね、お待ちしておりますので、お気軽にどうぞ。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。失礼いたします。